京セラドーム大阪です。阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズ、この一戦をお送りいたします。タイガースの先発は左の伊藤、対するベイスターズの先発は左の濱口、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。ベイスターズピッチャーを交代します。石川降板、マウンド上は松本、今日3人目のピッチャーとして登板です。期待しましょう。注目の投球です。タイガース、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー梶谷。第9投げた、あっと引っ掛けた、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って近本、今日はここまで3打数1安打。打ちました。山本、落下点に入った、ファールグラウンド、ボールをつかみました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番中野。第9投げた、アウトロー際どい球、ボール。第2球投げた、変化球見送ってストライク。投球は3球目、投げた、打ちました。センター前に出る、センター方向へ持っていきましたが取りました。これで3アウト。松本、この回ピシャッと3人で抑えています。10番まで終了しまして8対7です。さよなら負け、ベイスターズ悔しい敗戦です。勝利投手は岡留、敗戦投手はビッグ。さて、本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。